こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめ CD ということですね。エリントン65っていうのをおすすめしたいと思いますが、もう一枚アルバムありましてですね。まあ、僕も一番最初に進めるとしたら何かって言ったら、僕は多分ね、女王組曲をおすすめするんですね。えー、なんでやっていうタイトルと違うやないかという話なんですが、この女王組曲っていうのは、えー、ちょっと前に、えー、こう、えー、ジャズの歴史でお話ししましたが、デューク・エリントンが、 えー、エリザベス女王と活見したことを、まあ、要は感動してそれで書き留めた曲を女王エリザベス女王様だけに1枚だけプレスしてあげたレコードなんですね。それがですねめちゃくちゃいいっていうふうに言われてたんですけど彼の、えー、死後。 74年、74年没ですから、74年まで、えーまあ、発売することは禁止されてるわけですね。実際、それの2年後に発売されたと言われてます。たぶん、1976年に、クイーンズ・スートっていう、えー、名前で出されています。えっ、ー、と5曲入ってるのかな最初の1曲目が、えー、サンセット・アンド・ザ・モッキン・バードとですね、夕日に、こう。 モッキンバードが飛んでるイメージが本当にねもうその情景が浮かぶかのごとくこうビッグバウンドサウンドでバーンっていきますから非常にいいですねあとローズペタルっていう、えー、曲もこれコンボでやってる人たくさんいますが、えー、モッキンバードとこの曲は実際にコンボでもたくさんこうアレンジされて演奏されていますエリントンサウンドなんですねただエリントンサウンドがちょっと色が強すぎて これ僕があの何から聞いたらいいかね僕だ歌った上王組曲とか進めるんだけどねああいいんじゃないっていうふうにで僕のですねあの大好きなベーシストの島田剛が言ってたんですが島田剛はもうエリントンマニアでねもう本当にエリントンのアルバム何百枚も持ってる人なんでそれでもまあね実際1000枚ぐらい出てるわけですから、えー、そんなに全部ではないんですがまあそのエリントンマニアの彼が言ってたのが このエリントン65っていうのが初心者にはいいんじゃないっていう。これなんでかってですね、Fly Me to the Moon とかですね、あと、Blow in the Wind、要は風に吹かれてボブ・デュランの曲とか入ってるんですよ。 でこれのエリントンアレンジなんですがなんか本当にねエリントンサウンドなんですねフライ・ミート・ザ・ムーンはですねクーティー・ウィリアムスというかまああの要は花形トランペットがいるんですがまあ、彼はもう本当にブルース・トランペットとして、えー、エリントンバンドにいる時でも自分の音楽活動もしっかりされてる方なんですがこのクーティー・ウィリアムスをこうフィーチャーしてで彼がずっとメロディー吹いてるんですがすごい素晴らしいあの彼がメロディーをこうやっていくところにこう バックのバンドでこう、ビッグバンドがこう、わーって支えてる感じがすごいするんですね。これ、あの、詳細の方に、あの、リンク貼ってありますので、これ聞けるんですけど、このアルバム自体、フルアルバムがですね、YouTube にはやっぱなかったんですね。なので、私のページの方で、あの、Amazon の、えー、リンクも貼ったページ、まとめたページが詳細になりますので、そこにからこのクリティリアムスも、この風に吹かれても聞けるようになってますので、ぜひ聴いていただければいいかなと思いますが、まあ、他にもですね、ハロー通りとか、 ルイ・アーアムストロングが歌ってすごい有名な曲ですけど、あのね、ワードプレスをインストールすると右っ側にハロー・ドーリーって書いてあって、名言みたいな感じでハロー・ドーリーの歌詞がちょっと一行ずつ出てくるっていう、ね。僕はすぐその、めんどくせえから止めちゃうんですけど、そういうそれぐらい有名なハロー・ドーリーっていう曲が入ったですね。あとはですね、I Left My Heart in San Francisco とかですね、まあ有名な名曲いっぱい入ってるわけですね。 なのに、こう、もう、デューク・エリントン・サウンドって感じがするんで、こう、比較的、こう、ポピュラーな曲を彼から聴いていくといいんかな。まあ、もちろん、その、ザ・ポピュラーっていうアルバムもあってですね、そこはエイトレンとかも入ってていいんですけど、まあ、こっちの方がエリントン・サウンドって感じがするかなって感じですね。まあ、あの、エリントンのあの、えその、ポピュラーに入ってるエイトレンは3拍子から始まって、 チャラランタンタランャラン,ランってメロディーを弾いたらバーンバラバランっていうこう、A、トレーンのこうビッグバンドが入ってるきっかけになるんですがあれは「I'm Beginning to See the Light」ってですねハリー・ジェームスと同作になってるんですけどまあこうハリー・ジェームスがこう大ヒットさせるからっていうことで彼はもうやっぱり空前のヒット作をいっぱい生む人ですから、えー、そんな感じでその曲 がめちゃくちゃヒットしてたんで、それをもじって弾いてるって言われてるんですね。まあ、そういった意味でも、あの、エイトレーンとかも、まあ、聞きどころはあるので、ザ・ポピュラーっていうのも、まあ、悪くはないですが、えー、今回はあえてのエリントン65と女王組曲のに 2, 2枚を僕はおすすめしますね。なので、えー、この辺聞いてもらって、あとはまあ、コンボのエリントンのものはまた、 別のの日にご紹介しようかなと思ってますので、ぜひそれを聞いていただければいいかなと思いますが今回は私のおすすめの CD2 枚でございました最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。